ヤトの野望チャンネルへようこそ。はい、というわけで今回も無人島に理想の都市作っていきましょう。前回はね、この商店街を再整備してかなりアクセスが良くなったんだよね。みんな車で買い物通ってます。新しい命が少子高齢化タウンにやってくるようです。お、子供来たか。納税家に男の子が誕生しました。タケチ。あ、名前変えられるんだけど。唯一のカップルが結婚して子供もできたんだね。納税タケチ。もう名字が変だからどうしようもないんだよ。じゃあお前の名前は納税年末調整だ。ついに少子高齢化タウン生まれの住民の誕生です。生まれても人口増えていくんだね。あ、いるいる、赤ちゃんいる。もうちょっと結婚して人口増やしていきたいね。少子高齢化タウン初めての子供、早速取材に行きました。愛を育み家族が増えたことに感動しております。ずっとサポートしてたのでうっかり泣いてしまいました。賃貸住夫と投資とイデコが結婚しました。お前ら名字込みで名前つけてあんだから。あ、でもこれでまた土地が空く。どっちの家に住むか。あ、賃貸住夫の方がいい家住んでるね。投資とイデコはボロ屋だ。じゃあ賃貸住夫の家に引っ越そうか。はい、これで、またちょっと土地が空きました。もっと結婚させていきたいね。どんどんこうやって土地を空けてくれれば引っ越していけるんじゃないか。よし、また役場で何かやっていくか。まずこれだね。ショップの品を良くするアイデアが浮かびました。なんかもっとお役立ちの何かを売ってくれ。新しい施設を探す。携帯ショップいいね。よし、携帯ショップを建設します。なんか D ランクのさ、人がさ、この島に移住しようとして土地を見て魅力が足りんって言ってさ、引っ越さないことを決定してるんだけど。牧場とかね、温泉とかできて結構人気上がってるはずなんだけど。オープンカーで乗りつけてやがる、この連中。金持ちばっか住んでるからな。金持ちじゃないんだけど、なぜかオープンカーだけは持ってるんだよな、こいつら。はい、携帯ショップを建てられるようになりました。よし、早速携帯ショップ建てよう。携帯買えないからね、この町。やばいよな。あー、もう土地がないな、携帯ショップを建てられる。前回新たに島が拡張されたんだよね。こっちに引っ越しするか、全員で。せっかく車持ってるんだから、こいつらもっと田舎に住んでてもいいと思うんだよ。はい、大改築が始まりました。商店街みんな立ち退きました。立ち退いたというか移設しました、旧住宅街に。道の引き直しのせいでだいぶお金取られたけど。お、コンボコンボコンボって出てる。近くに相性がいいお店が引っ越してきたことで人気が上がったんだね。おお、コンボしまくってる。これめっちゃ儲かるんじゃないの。みんな通えてる。遠いから車使ってな。結構歩いてる人がいるんだけど、ちょっと歩きじゃなくて車で頼むわ、せっかく車持ってんだから。商店街でかくなって規模感大きく感じるようになったね。販売されるお土産、お、診療所でサプリメント売り始めたんだ。隣に薬局できたからかな。薬局は従業員の募集開始。サプリメント、こっちでもサプリ売ってる。どんだけサプリ売りたいんだよ。隣で売ってんだわ。だここで働けるんじゃないの。仕事が欲しい。お、食費月20万円子。あ、薬屋でほら働ける働ける。今町の外に月収9万円の仕事で働きに出てるんだよね。ふう、合格。食費月20万だから9万じゃ足りんのよ。よしよしよし。さらに、あ、従業員募集始まりました。靴屋で革靴を売り始めました。今までスニーカーしかなかったのかな。洋服屋は従業員が働けるようになって、さらにマネキンをお土産にもらえるようになりました。おかしいね、いらねえよ。家にマネキンはいらねえんだよ。コートを売り始めましたとか、そういうのでいいんだわ。クリーニング屋は、はい、従業員が働けるようになって、さらにお土産でマネキン、だ、いらねえんだって。だからクリーニング屋でマネキンもらって帰んねえよ。ハンガーとかにしとけよ。パン屋さんも従業員の募集開始。あ、すごいね、どんどん働けるようになってきてる。なんかこう人気が一定以上じゃないと従業員を、多分売り上げが増えないから従業員増やせないんだよね。これで売り上げが増えてくれたってことだと思います。さらに自転車屋もヘリを売り始めました。おかしいだろ。ヘリってなんだよ。あ、カー用品店で赤い車売り始めた。今うち白いオープンカーしか売ってないんだけど、いいじゃん。ちょっとさ、住宅街遠くなっちゃったよね。大丈夫かな。仕事を探しに行こう。いいぞいいぞ。求人ね、みんながどんどん仕事についてる。ちょっと見てみるか。住民一覧。今どこで働いてるんだお前ら。見れないかな。見れる見れる。八百屋、団子屋、花屋、薬屋、え、なし、駄菓子屋、魚屋、靴屋、なし、パン屋。あ、もう結構全員働けてるんだ。もうちょっと店増えれば全員働けるね。いいぞいいぞいいぞ。街の幸福度が高まり、観光客が多く訪れるかも。いいんじゃない。今ならめちゃくちゃ買い物できるぞ。めっちゃ金稼げるぞ。すごいんだけど、オープンカーの列が。
やばいやばい、観光客もビビるわ。こんなオープンカー乗りまくってる田舎町来てさ、お金落とそうって気分にならんわ。もう帰ろうかなって思うわ。こいつら儲かってやがんな、くっそーって思って。僕の心が狭いのかもしれないですけど。あ、めっちゃ客来てる、これは儲かるぞ。よし、また金貯まってきたし、なんかするか。住民の相談乗ってみるか。告白したいって。積み立てにさおが節税得意子に告白したいらしい。成功率 27%。 高級レストランだったら47だけど、250万使いたくないんで家で。実はずっと前から節税さんが好きでした、付き合ってください、てんてんてん。考えてる。友達でいいわ。なんでスマホで告白してんだよ。あとコンテスト、あ、園芸コンテストに出たい、20丸じゃん、これいけるんじゃないの。コンテストで優勝したら優勝賞金こっちの手元に入ってくるっぽいんで、あーい、対象でした、よし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 、受賞おめでとうございます。でかすぎだろ400万は。住民ランクが上がった。やっぱ住民ランクが高い住民に対しては敬語なのかな。やだなそんな町。運動コンテストいいじゃんいいじゃん、どんどん大会出よう、どんどん大会出てお金もらっていこう。乗り物コンテスト、こいつ F ランクだぞ、まくれー。何の大会だよこれ。1点足りない。あ、よし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 、これで E ランク。低いなお前、お前ランク低いなみたいないじめ行われてそう。これから子供が増えていったらさ、お前んち E ランクだろみたいな、ダメよあの子の家は F ランクだから仲良くしちゃダメよみたいな嫌なママ出てくるかも。やだわ、もうこんな住民ランク付けされてる街やだわ。大会嵐なんだけど、うちの島民やることないからみんな趣味鍛えまくってて、ガンガン大会で勝てる。そしてめっちゃ金入る。もう2500万あるんだけど。やばい、これめっちゃ儲かるかも。あー、もういけそうにないな。20丸丸はいけるんじゃない、納税するを。するを子供も生まれてもうノリノリだなお前。行ってこい、グルメコンテストのお時間です。それでは実演の方どうぞ。うまい、ジュー、あ、ダメでした。まあそうそう全てがうまくいかんよ。またのご参加お待ちしております。あ、参加賞もらえる、濃厚プロテイン。参加賞50万高くねえか。結構もらえたな。 D ランクの人は引っ越そうとしてさ失敗してるんだよね。もうちょっと人気がある街にしたい。地価が低いのか住み心地が低いのか。アイテムを使う、空気清浄機、町の住宅の住み心地が2。やっぱいいじゃんこれ、空気清浄機。ちょっと住人に引っ越してきてもらうか。移住先を検討中です、実質。よし、ちょっと人を入れていこう。小動物好きよ、赤い車。お前白いオープンカーも持ってるだろ好きよ。赤い車も買っちまったのかよ。金持ってんなマジで、ここの島民。あ、住民候補来たぞ、早くも。お願いします、行ってみようかな。いいじゃんいいじゃん、あ、空気清浄機さらに手に入った。え、じゃあどんどん空気清浄機使おうぜ。住み心地が4アップした。そんなに空気悪いの。うちの島。不安になるんだけど。今日こそ気になるあの人に告白したいと思います。29、結構いけるんじゃない。伸び止め美奈子、お相手伸び止め満、同じ名字だね。実はずっと前から伸び止めさんが好きでした。ちょっと聞こえなかった。断るにしてもさ、もうちょっと言葉選んでやれよ。ちょっと聞こえなかったって。ガビーンガビーンじゃねえんだよ。そんなんだから振られたんだわ。お、ランクアップできるようになってる。申請する。はい、町のランクが田舎町になりました。神社を建てられるようになった、いいんじゃない。あ、じゃあこの観光地エリアに建てようかな、神社とかこの辺に。いいね、この観光エリアをでかくしていきたい。素晴らしい町。少子高齢化タウンの評価が高まり、町のランクがアップしたとの情報が入ってきました。じゃあそろそろ少子高齢化解消されてもいいのでは。さあ地価ランキングの発表です。184 114。お、28、結構いいじゃん。やりました、近隣地域地価ランキング28。あ、結構もらえる。結構もらえるな。はい、神社できました。参拝料は4万円です。高えな高えな。町づくり会の会長が来てくれた。まだまだランクは上がるので高みを目指しましょう。うわ、町の住民2倍にしないと足りないんだけど、土地が足りねえよ土地が。全然遠いね。お、来たぞ E ランクの住人が。さあ、どうしようかな。お、来た、よし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 。
やっぱ D ランクみたいな鼻持ちならん住人と違って、E ランクはどこでも住んでくれる島ピヨコ。よしよしよし。住人2倍にせんといかんのよ。売り上げを伸ばすためにも頼んだぞ。お、人口が増えた町。最近話題の少子高齢化タウンでは人口がさらに増えているという情報が入りました。いいじゃん。もう少子高齢化とは言わせないぜ。でも子供一人しかいないけどな。少子高齢化だわ。あ、D ランクも住んでくれるって。素敵な土地。来た来た。いいじゃん。ちょっと土地足りなくなってきたな、また。こんにちは。この頃の少子高齢化タウンはかなりの発展度合いを感じます。なんかやってくれるって。どうしようかな。あー、ギリギリ足りない。また来よう。もう少し住みやすくなったら住んでくれるかも、でも。なんか買うか、ショップで。マンホール。マンホール置いてみよう。マンホールで住み心地が良くなる気もしないけど。なんか上がってるから、これで住んでくれるかもしれん。さあ、どうだ？どうしようかな。お、来た！よし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 。いい家になりそう。芥川長介。17人目。まだあと13人引っ越させないといけないのに土地が足りなすぎるんだよな。あ、でも土地は多分拡張できる、ランクアップしたから。役場、町を大きくする。来た来た来た。オッケー。これで住宅街作れるかもな。いや、でも土地はもうちょっと開けないとどっちにしろ足りなくなるぞ、すぐ。よし、夜間のうちにまた役場で何かやっとこう。マップの高さ工事を導入して町に高低差をつけませんか。へえ、やっとくか。まだ2組しか結婚してないんだよな。結婚すれば土地は開くんだわ。なんか公園デートみたいの初期してたよね。公園の場所が悪いのかな。公園デートしてくれ。これに公園置いてみようか。お、来たー。土地を広げる用意ができました。なんでそっちなんだよ。待て待て、坂を獲得じゃないんだわ。俺はこっちに広げてほしかった。あ、地面の高さを、ん？海の高さを上げると地面を作ることができる。あ、この、こういうところってことか。はい、また引っ越してきたぞ。お、これで全ての住宅地が埋まりました。斉藤健太が引っ越してきて。結婚して一軒の家に住んでくれればいいんだよな。ちょっとさ、思ったんだけど、斉藤健太をまず引っ越させて、この僻地に。引っ越したと思ったらすぐ来させられんの。やばすぎるだろ。もう一人。島ピヨコ。この二人の移民を使います。はい、これでこの二人はね、もう、この公園にしか行けないんですよ。と、公園に。もう公園でね、出会うのよ、この二人は。でも、毎日公園しか行けないから、きっと仲が深まって、結婚するはずなんだよ。そしたら一軒の家に二人で住むから、土地効率が2倍になるんだよね。強引に結婚させてみよう。お、新しい子供生まれてる。賃貸家に。賃貸静子。じゃあ、賃貸かす子。もうかす川です。カスコってカスみたいでやだな。よくねえな。賃貸家主子にしよう。お前は家主だ。もう借りなくていいぞ。あ、小動物今日はヘリ飼ってる。マジかよ。さあ、お、お、デートしてる。デートしてる。いいぞ。これだよ。ほら、ハート出てるもん。ハート出てるもん。ちょっとこっちにも公園置いとくか、一応。なんか自然恋愛もあり得るから、自然恋愛もあり得るって、もうなんか言い方よ。もうドラゴンクエストモンスターズで配合するぐらいの感覚なのよ。やばすぎる。もう告白したいとかなってないかな？相談。あ、伸び止めみつる。伸び止めみなこに告白したいって、お前さっき断ってたろ。お前断ってたやんけ。まだいないね。あ、だからこの多分、ハートが1個超えるまでは告白したくならないんだ。そういうことだな。ちょっと手伝っといてやるか。伸び止め、みつると美奈子。33%。前に女の子の方から告白してきたんだよね。告白したいです。名字同じなのよ。33%。実はずっと前か、ずっと前か、じゃあなんで断ったんだよ。ちょっとびっくりして断っちゃったやつ。来世ならいいよ。ほら、お前ひどい振り方するからさ。デートプランをたくさん考えていたのに残念です。クソみたいな街だな、もう。住人も含めていろいろひどいぞ、もう。なんかやっとくか。ちょっとまた役場。ちょ、店とか増やした方が儲かるからね。店増やしとこう。あ、スポーツ用品店いいね。スポーツ用品店と宝くじ売り場。行ってみようか。そういえば一人ヘリ買ってたよな。ヘリ使ってるかな？ヘリ使ってる様子がねえな。そりゃそうだよな。ヘリポートもねえのに。そりゃそうだ。よし、街もでかくなったし、今回ここまでにしとくか。果たしてこの二人仲良くなって結ばれるんでしょうか。ご視聴ありがとうございました。面白いと思ってくださった方はね、高評価とチャンネル登録してもらえると励みになります。それじゃあまたね、バイバイ。